フラットポイント結構必要だよね、ウェブを回すのに。どうしようかな。イタチ、破滅、サージ。チェイス用のまやかしを持っていくべきか。まやかしかな。闇の信仰心どうなんだろう。だからオブセと2人いる、オブセを見つけて殴って、追っかけるみたいなさ。だからなんだっけ、伸びるやつ、時間伸びるやつと、時間伸びるやつ2つ重ねとかだったら結構強いんじゃない。昨日ピックでしゃがんでチェイス切って深出タイマーを止めたみたいな感じで。あれ？深出タイマーって信号範囲内で止まるんだっけ？違うよね、チェイスか否かだよね。違う違う違う、あれだ、リージョンの深出は、そっか、信号か、深出、深出状態でも、ボロタイはあれだよね、ボロ隊は、ボロ隊はチェイスだよね。チェイスしてるか否かだよね。分かんなくなってきた。どうしようかな。まあ、いっか。やろう。まあ、視線切るの後ろ振り向けばいいだけなんで、できるでしょう、多分。視線切りリージョンっていうの、弱体化って言っていいのかな、まあ、弱体化だよね。弱体化される前の、リージョンの、時代を知らないから、なんとも言えんのだけど。ピックのトラバサミってチェイス判定切れてたらじゃなかったっけ？気のせい。どこ？トーメントクリーク。まあ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 。バランスが取れたマップじゃない。ここは割と。トウモロコシの中でも。いたね。とりあえず狂乱使って殴るわ。うん、殴っとこう。殴り見ないけどね、2回。うん、ダウンが早くできたぞ、ラッキー。あら、まあ相変わらず短命だこと。今日一回も破滅長生きしてないんだけど、なんでだろう、なんでだろうね。あ、やばい、やっちゃった。もうだろ、いるね。よいしょ。もういい、普通に殴る。ここあんまり嫌だね。逆側で割りたいな。これいけるぞ。 OK、 ナイスサージ。
イタチで蹴った後にサージがそこで発動したってことは、そこにまだ生存者いるね。あ、よいよい。アダム結構やってんね。流行りなのかな、やるのが。で、使ってくれるとありがたいと。OK。うん。いないか。いたちだな。というか、まあ板割っとこう。これが闇の信仰心か。今心音ゼロのはず。こっち回り、こっち回り。いや、こっち回りよ。無論な。めっちゃ爆発してなかった、今2回ぐらい。あー、ここにも効いたのか、サージが。ん、私の預かり知らぬところで発電機ついちまったぞ。まあそこかな、人いるし。いや、あ、でも殺せるね。一周行けるかな。いや、なんだ、いないわ、人が。今現状、信号がアダムから出ている。救われる。よいしょ。もうあれか。まあここ結構進んでるから。で、いた。フッフッフ言ってる。エースだ。エースいいよね、声ちっちゃいもんね。倒さんか。うん、来なさい。地下だ、君は。メグスケ。いやー、破滅の早期引退に関わらず、結構いいペースで連れてんじゃない。こうなるとイタチが刺さってくる。エースが回復した。いや、待ってよ。メグ持っていきたいな、もう。これだって小屋のそばにさ3台あるから、発電機が。これ3つ？あっ、あそこやらせてもメグ持っていく方がありがたい。いいね、粘らなかったね、最後まで。まあまあまあ、爆発したね、サージで。サージで爆発したから、ここ取っといて。うん、いや、エースだ。あれ
かつこの深手にするだけでも結構な血犬になるからね。さあ、理不尽なチェイスの始まり。これゲージ減ってんじゃない？今久しぶりにあのリージョンの深手でのダウン見れるんじゃない？ダウンしないか。 あれ使用範囲外のはずだけどな。闇の信仰心使ってるから。あ、よいよい。さ、イタッチ、イタッちゃん。いるね、やってるね。いるね。アダムが回復したね。いや、イエスを。あ、まっ。そこにいんない。ヒュー。多分、飛んでからかな。間に合う間に合う。じゃあまあまあ久しぶりにサージ使いますか。いや、こうだ。回すなら。なるほど、それがあったか。あ、長っ。おお、離れちゃった。サージ発動しないの今の。あ、蹴ってたか。え、で多分終わったの真ん中の方か。真ん中の方じゃないか。え、真ん中か。あ、割っとこう。60秒間あるからね。おお、そっちつけたか。おお、いたいた。なんか知らんけど。で、止血剤か注射器まず使って、え、多分間に合うと思う。痛まった。間に合わんね。イタチを無駄にしてしもうたわい。で、サージも効いてないってことは、ここもそこも治ってないのかな。じゃ真ん中やってんのかな、多分今、アダムと。救助に行ったアダムと2人で。エースはおしまいと。やってるね。視線切り。チェイス判定キリーの。あの。え、これであれじゃない？いけんじゃない？
倒れんじゃない？いや、闇の信仰士の効果待ってる。マジか。深で一体どんなもんだ倒れんの。まあ、デッドハード。おお、ナイスタイミングで吐くね。残忍がすでにもう溜まりきったぞ。いた。アダム釣りたいな。見えた、チラッと。気のせいだった。さあ、アダムか非常口を見つけたい。止まってる。全滅したら無慈悲いけんじゃない？触ってねえな。作りに行ってるかな。こっちはもう虫の息。鍵とか持ってないよね多分。まあ離れるか。救われた。なんか最初追っかけた感じ、あのエースそんなチェイス得意そうじゃなかったんだけど、出歯のタイミングとかうまいね。あの板があまりに近すぎると出歯でこう板倒せなかったりするから、そこら辺はちゃんとやってた。かなと思いますね。ん？音聞こえたんだけど、気のせいかな。治療してそうなもんだけど。 あったあったあった。ハッチこんなところか。さあどっかな。巡回の距離も近いしね、全体的に。止まってる。いた。ん？アダムがやってたってことな。わからん、わからんぞ。どこだ？ちょっとゲートの位置先に見とこう。あそこに1個、反対側だったらもうアダム見つけてから
にしたいんだけど、アダム見つけてからにしたいんだけどってなんか発音おかしかったな。アダム見つけてからにしたいんだけど、いや、あーでも遠いね。立たせるか、起こさせよう。ん、でも狂乱使えばワンチャン。あ、立った立ったわ、エースが立ったわ。アダムが多分セルフケアを持っている。そっちか、カラスが戻ってきてたからここら辺にアダムが潜伏してたんじゃない。いないか。さあどうだ。これワンチャンだから初手で外すとさ、行くゲート外すと終わりだから結構厳しい戦いになりがちなんだよね。ん？奥にシミが見える。あということは、ここら辺にエースがいるのかな。お、治ったね。ん？じゃあこっち側か、二人とも。お？別にあの音をしなかったから陽動とかではないと思うんだけど。え？なんだ急に。普通のスキルチェック見せたか、グレード出そうとして、もしくは陽動？陽動作戦。うん。ん？違うね。じゃあこれか。違うね。What?おお、結構進んでる。なんだなんだ、忙しくなってきたね。忙しくなってきたと思うんだ。どこにいるのかな。うーん、分かっていたよ。見えていたからね。で、板はないんだよね、ここら辺はね。ここね、最初にメグが消費したの。まやかしなかった。こっち逃げたね。カラスが見えちゃったんだよ。こっち回り。デッドハード。うまいよね、これ。このタイミングでもいた。オッケーオッケー。しばらく何もしてこんでしょ。で、そこをアダムがやってそうなんだよね。だから、あ、全部戻ってる。いた。なんか今このアダムさえ捕まえればなんとかなりそうな気がするぞ。これ回るときは逆がいいのよね、回り方としては。
多分エース向こうの方にいる。エースもセルフ剣持ってたんだね。あ、やべ、危なかったね。アダム3釣り目だったんで見やすい、素晴らしい。問題こっちなんだよね。あー、オッケー。まあ、あ、逃げなさい。ナイスゲーム。いやー、あのエースにしてやられたな。こっちだったか。まあでも全滅でなくても無慈悲、無慈悲久しぶりだな、リージョンに。いやー、でもジジ、いやー、でもどうだろうね。なんかもう、わ、暗くなった。おー、いいね、いいじゃん、いいじゃん。これでずさんとか来たら最高だけどね。うん、パーティーだよね、多分。多分どっかしらにスーパーぐらい紛れ込んでそうなんだけど、紛れ込んでなかったら、いや紛れ込んでる。だって7と18当たらんでしょ、さすがに。さすがに。まあというわけで点数加算しときましょう。そうね、一回一回長くなりがちなんだよね、キラーやると。1059点だから、大体1060点取ればいいわけだから、530点。あ、いけそう。いけそうな気がしてきた。いや、しかしなんか、悪い予感はしてたよね、3500って聞いたときに。フラクチャードカウシェットは板が多い。キラースタン1回で1000点入るから、もしあれだったらスタンさせてやろう。あれ200点入らない、再開で。近かった、お、来た。待って、一瞬ハンプレスかと思ったんだけど。お、227-81、 いいね、うまいぞ、うまいぞ。そろそろいったんじゃない。つかじいさんスキルチェックうまいな。最初だけじゃミスったの。リージョンか。お、これで150ポイント。うまい。お、超えた。やった。やりました。ついに120万。120万集め切ったぞ。よいしょ。は？何あの心音の狭さ。なんか持ってんのか。あれかな、さっき私が使ってた闇の信仰心かな。ほいほいほい、回していくぞ。破滅があっても、ああ、なくなった、かわいそうに。何か持ってんのかね、変な。うわー、そんなところに。あれずっと追っかけてんの。一周してみたな、あれ。
どういう回り方かは知らんけど、ここやりきりたいね。真ん中を無事に来たい。まあしかしリージョンはなんか散々弱い弱いとか言われてるけど、うん、なんかさっきかって思ったけど、やっぱ使い方とサバイバーの立ち回りとかにもよるのかな。よいしょ。待って、ちょっとだけ待って、まだ近いわ。うん、帰ってきてるでしょ。巨乱だね。離れよう。あ、有能なじいちゃん。あなたが有能であるということを証明してください。早い早いぞ。闇の信仰心だ。びっくりする。ガラクタいじりじゃないと思う。あんなさ、あんなそばで衝撃もらってたらたまらんよね。あのね、さっき闇の信仰心どんなもんかと思ったんだけど、いや怖いわ。対策法を知らんのよ、闇の信仰心。あまりにもマイナーすぎて。リージョンだから、さっき私はリージョンだから、そのあのあれ一回殴っといて、あの狂乱でね、アドレナリン有能だな、やっぱじいちゃん。一回、お待って、オブセッションアドレナリンじゃん。素晴らしいな。